青森県ペンネーム青コーナー赤松。あ、いつもありがとうございます。はい、ヤルモコの皆さんこんばんは。こんばんは。僕は動物が大好きで、うん、特にサファリパークなどに行って間近で見る動物に感動していますと。皆さんは芸能界というサファリパークの住人ですが、そんな芸能界サファリの中で一番怖かったのは誰ですか？そして例えるのならどの動物ですか？ということで。あ、知りたい。翔太は？いいですね。あ、いないか。まだいないですね。怖い人いないの？その声優界にも？いないですよ。先輩めちゃくちゃ優しいですもん、みんな。いるだろう。いるだろう。いるだろう。いないですよ。お前寝てたな、今。寝てないですよ。もう、毛布にくるまってよ。怒られたこともない。怒られたこと、いや、もう先輩方に怒られたことはないです。はい。AKB はどうですか？芸能界サファリ。絶対そう。一番怖かったの。誰が一番怖い？いや、ちょっと言えないです。いやいや、言えない。じゃあもう、本当に怖いんだ。無理。いや、一番怖いの誰？言おう。無理言えない。大丈夫。そんなの、あの、むちゃくちゃ怖いって、その意味なく切れたりするの？ちゃんとその正当性があってさらに怖いってこと？そっちだったらいいじゃん。先輩として怒ってくれてんだから。うん、だからその怖いけど。猿みたいに目が合っただけでシャーってくるとか。そんな人いないじゃん、こう。あんじゃお前何見とんねんおらじゃないわけでしょ？だって。じゃあそうじゃないけど、ちょっと言えない。誰ガチじゃない、それ。でも、例えるなら何よ、動物に。例えるなら、なんだろうな、冷酷な動物、なんか。冷酷で肉食な動物みたいな。狼、うんうん、ハイエナ、ハイエナ、いや、ハイエナは臆病。狼、相当ビビってんな。日本狼。誰怖いの？怖い。え、峯岸そんな怖いの？みーちゃん仲良しです。でも当てずっぽうですか？ピタッと止まるんですよ。こいつが固まった時がうるぐ。そうだそうだ。そう、何、どういう意味で怖いんですか、その人は。冷酷でってことは、じゃあ、一切こう。そう、なんか怒り狂うとかっていうよりは、静かにオーラで怒る感じ。どういう怒り方？みんな察する感じ。あ、大声出さない。出さないですね、あんまり。黙っちゃうみたいな、逆に。うわぁ、怒ってんなぁ、みたいな。あ、そうです。空気で。そうです。背中でわかります。怒ってる。誰言えば言うほどやで。言えない。いや、隠すから。載せないから誰？後で言います。おぉ。よっぽどやな。よっぽど本気で怖いんだろうね。そういう先輩っていなくなりますよね。むちゃくちゃ怖いみたいな。そう、でも結構、やっぱ、ビシッとなります、周りは。いや、なるよね。すごく引き締まります。うん。いた方がいいんですよ。いた方がいいですよ、絶対。なあなあなっちゃうと。リーダーどうですか、長い、この。いや、うちらはもう、そんなもう、先輩絶対なんで、少年隊の3人と。体育会系ですか？もちろんです。本田雅彦さん、原島じ。絶対です。へぇ絶対も。絶対です。はいみたいな？もちろんです。へぇ本当に。何があっても。何があっても。今でも。今でも。今でも。それはもうビシッと、それは僕ら後輩の役目なんで。命令されるんじゃなくて、自分から自ら、パッと車開けに行ったりとか、出迎えたりとか。すげえな。いや、それはもう、すごいリーダーでもするんだ。だから上の方はもうそんなにわーって言わない。言わない。昔はもうその20年、デビュー前は、今時のジュニアは、って。なんだって。はあはあはあ。怒ってくれてたんです。下の後輩に怒ってたり、スタッフ陣に怒ってたりしたんですよ。はあはあ。最近のジュニアどうしてね、だらけて、ちゃんと言っとけ、とか。はあはあ。っていうふうに現場で、言ってるか、直接は怒られてないんですけど、うわ、怖えみたいな。やべえな、つって。きちっとしちゃうなっていうのに10代だったんで、それは絶対ですよ。で、ご飯とか連れてってもらって、きちっと可愛がっていただいたんで、それは恩があるじゃないですか。いろんなことを教えていただいたんで。やっぱりだから、きちっとしなきゃっていう部分で。むちゃくちゃ面と向かってガーッと言われたことないですよ。だけど無言の怖さがありますよね。ああ、似てますね。ビシッと。絶対ですよ。絶対。うん、はあ。だからなんかたまにバーで、まだデビュー前の、ホーユーって4人組の子たちがいて、はい、たまたま一緒になったら、普通に、あ、リーダーいつかいっぱいつって、お前さ、初めて会わへんって、お前誰やよって、ホーユーですお前、ジャニーズジャニーズです嘘やろって。それサラリーマンの人ちゃうのって。お店の人に聞いたら、いや、あなたの後輩ですよって。じゃあ
ゃん飲んでって。おもろいなーって、まあ、逆にホーユーってそういうキャラなんて可愛がられてますけどね。へー、松岡も可愛がってますけど、なんか今そういう時代がいろいろありますけど、ね、変わってきてるんですね。うん、そういう先輩って必要よね。そうですね。バッて引き締まります、空気変わる。マイコさんいます？怖い、いない。オスカーにはいないんですか？ないです。皆さん素晴らしい方ばっかりです。そんなに絡みないんちゃう？でもあ、でもほとんど絡みないですね。だって10万人に1人だろ。 そうですね、そんなのゴロゴロいないもんな。いないですね。怒りにくいんじゃない？いや、そういう、お前が言うなって言われる。そうそう、違う。でも何万人に1人なの？いや違う、でも全員全員大抵何万人に1人なんですよ。でも10がいないから。いや、10います、います、います。10万人に1人がいたとしてもやっぱ10万人に1人じゃないもん。そう、いや10万人に1人もいますから。全然でもその人は怖くないでしょ。だから言わないじゃん、やっぱり。それ同じことが分かるから、世界が同じだから。あれは米倉さんは、米倉陽子さん、米倉さんは本当になんかあんまり交流がないです。農会とかでしかお会いしないので、まあ、それは後輩だから もちろん挨拶するんじゃない？もちろんもちろん、おはようございます、お疲れ様ですみたいな感じですね。人数の多さが先輩後輩じゃないんだ。じゃないです、じゃないです。10万人に1人だから。いや、じゃないです、じゃないです。社長じゃん、じゃあもう。10万人に、それで、ね、なったら。社長より多いんだから。グランプリとか関係ないです、全然。あ、関係ない。関係ないですね。なので。意外と接点がないっていう。全くないです。お会いすることもないですし。そっか、ドラマとか、映画とかでも、なるべく違う、自分とこの同じ事務所の子を2人入れたりしないってことだよね。でも、入れても後輩。時々あるんですけど、まあ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 。でもまあいい、優しいんでしょ、だから、要は。あれ、なんかあるな、これ。あれ、はい、お前、人にだけ聞いといて、我がのやつ言わない。小島子ちゃんと同じ感じあるね。あるな。それはあるだろう。まあまあね。いますよ、絶対、どこも。一気上なだけで、とかね。はいはいはい。偉そうにしてるでしょ、そら。年はこっちは上なのに。うん、あありますね。ね、あるでしょ。ありますねって言ってるけど。いや、やっぱあるんちゃう、これは。いや、でも、なんか、逆に、すっごい先輩とかは、本当にめっちゃ優しいです。うん、優しい人ばっかり。ただね、一回だけ、うん。何ですか？一回だけなんか、そういう感じの。怒られた。怒られたんじゃないですけど、なんか、衣装かぶりみたいな。ああ、女子のね。女子のよくありがちの。ただ、もうもちろん、後輩が変えるべきでしょ？いや、そうです。私が後輩だったので、もちろんそれは、確認済みで OK ですって言われたものを着てたんですけど、うん、じゃないと着ないもんね。はい、はいはい、もちろんです。もちろんもちろん。を着てたんですけど、まぁ、あ、ちょっとそれが気に触っちゃったみたいで。ああ、なるほど。それでも被ってるじゃないのと。で、まぁ、あ、もちろん確認はしたので、被ってないは被ってないんですけど。うん、まぁ、あ、多分その日の何かね、居所が悪かったのが当たりたかったんだね、それは。じゃあ口聞いてもらえなかったですね。女性のありますね。まあ女子はね。男子はまあ合コンで、俺よりお前が何で人気やねんっていうことはあっても。うん、ありますね。それはあります。直接的に言ってましたから。そうですね。なんでハゲと一緒やん。それは巻き散らしすぎる。言うにしても。で、ハゲとタンメンと。なんで一緒やねんって。まあ言いそうだけど。声優の世界ってどうなん？アニメの世界って。うん、もう下というか、その、先輩方の、こう、後輩になってくると、もう、出てくる時に、もう、それ相応のその、下積みをしている方だけ、ばかりなので、うん、もう、その声優の声優のお仕事に関しては、もうすべて、こう、何でも分かってるから、うん、先輩方あまり何も言わないんですよ。プロダクションが別でも。もう一緒でも。一緒でも。あの、現場で一緒になった時も。あんまり教えるようなことがないってことね。はい、出た時点でそれは全部マスターしてる奴らしか来ないってことか。そうです。もうちゃんと。そうです、そうです。あの、あと、結構、あの、ブースに入っても、うん、こう、三方向に椅子が並んでるんですけど、うん、あの、メインの方々。工事になってね。そうそうそうです。うんうん、あの、この、そのアニメの、主役とか主演の、あの、主要キャラクターの役をやってる人がここら辺に座るとかっていろいろ座り位置があるんですけど、はい。それももう新人の方もすべてもう習ってきているので、うん、間違えてなんかすげえ一番いい席に座っちゃったりしないの？ま、そういう人はあんまりいないですね。いないんだ。ただ、こう逆に、
座ってる人がいたら、先輩とかじゃなくて、他の人たちが注意する。周りの下の子たちが。やばいやばいって。うん、そこ違うよ、みたいな、はい。なるほどね。でも、それで、ドって怒ったりはしないです、先輩方も。逆に、こう、習ってきてないんだな、って逆にこう。一番怖いやつじゃん。そう。指摘してくれないのも怖いからね。そうですね。そっか。翔太くん怒られたりとか、なんか注意されたことはないの？しっかりと勉強していきました。ああ、怒られない、ね。なので、はい。このラジオで幸田真理子さんとかともやってたのね、はい、一緒にやなったことあるやっぱ、まあ、ないです、はい、水木奈々さんとか水木奈々さんはありますどんな感じやのかとあもうとても明るいもう現場でもすごい元気に笑顔でアフレコされる方で、うん、でもいろいろこうディレクターさんとか監督にこうしてっていうディレクションがあった時は、こうマジあなんですかもう普通に真剣に、はい、あと宮野真守くんもねやってましたよ ね、はい、一緒にやらせていただいております、はい、そっかそっか、まあ、そこはきちっとしてる部分もあるんですね、うん、そうですね、以上でございますか、はい、はい。